こちらが北京放送中国国際放送局です。こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。向こう10年の情報化発展のガイドラインとなる国家情報化発展戦略要綱が21日発表されました。李克強首相はしたり、すでに淘汰された生産能力を復活させたりするケースには国務院の関係部門が調査チームを派遣して調査を行い、厳しく責任を追及するとしています。国家統計局が27日に発表した統計データによりますと、一定規模以上の工業企業の今年6月の利益は6163億1000万円に上り、